はい、どうも皆さんこんばんは。はい、こんばんは。はい、なんと今日ははい、アルファ D ×フェンネルの合同大戦会を開催ということで、そろそろ決着つけようぞということでね、アルファ D とフェンネルって仲悪いんじゃないっていうコメント、うん、ありがとうございます。はい、仲悪いです。めっちゃくちゃ悪いよ。だからここでぶち殺し合いをしようという、ね、話でございますよ。だから今日は白黒はっきりするために、はい、当たり前です、企画が生まれました。はい、ということでですね、軽くですね、本日のその3本勝負があるんですけれども、そうですね、そのゲームルールの方を簡単に触れていきましょう、うん、まずラウンド1はこちらでございます。アルファ D vs フェンネル8対8ということで、うん、こちらね、アルファ D から選出された8人、そしてフェンネルから選出された8人で、50対50のね、そうですね、ルールで分かれてやり合うということでございます、うん、ここでまあ白黒つくと、もはい、ある意味ね、確かにね、そうですね。そしてラウンド2はまあごちゃ混ぜ混合スクワットということでね、はい、あれ一点なんかバチバチしてた中で、うん、なまあ仲良くじゃないですけれどもまあちょっとフェンネルとアルファ D ごちゃ混ぜで3スクですよね、うん、そう、3スクになって、3スクでやると、はい、ごちゃごちゃになってスクワットを行うと、はい、そしてラウンド3、はい、ここは、うん、アルファ D vs フェンネルとなってるんですけども、はい、これ参加型になりまして、あー、いいね。視聴者様がそういうの待ってたよ。参加して、アルファ D チームとフェンネルチームに分かれて、はいはいはい、50対50ということで、いいね、やっちゃおう、やっていこうと思いますよ。ファンの皆さんお願いしますよ、はい、アルファ D 勝つために本当モサの方お待ちしております。まず先にアベス側行きますか、はい、じゃあ行きますか、アベス側に、はい、もしもし、もしもーし、はい、いや、寝起きか、寝起きか、もしもーし寝起きか、あれ、はい、もしもーし、あ、もしもーしあれ、もしもーし、いや、絶対聞こえてる、聞こえてる、繋がってないわ。フェンネル側にはね、ちょっと行きますか、ついにね、はい、アルファ D、 はい、ちょっと行きましょう、行きましょう、意気込み、もしもーし、はい、あ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとフェンネル側にも意気込み聞いてるんですけれども、どうでしょうか、 V3 さん、ちょっと代表して。いや、代表うちの仏でしょ、やっぱりもう、KOPL まで上がってるんで。確かに、正直仏って強いのっていうところがね、僕は気になるんですよ、うん、僕も気になります。いや、全然強くないんで。いやね、いや、もうちょっとガツガツ来てほしいな、うん、ね、今日はまあ別に配信もしないし適当にやろっかなみたいな。あ、なるほどね。あ、一応感じ。保険ですか、もしかして。お、保険って何？俺保険入ってないよ、なんか悪いん。めんどくさいタイプの人だ。普通に国民保険とか普通払ってない。まずいだろ、まずい。はい、ということでね、はい、国民保険を払ってください、仏さん。はい、頑張ります。はい、頑張ってください、頑張ってください。アルファ D かけるフェンネルのこの内戦なんですけども、はいはいはい、なんとセイヤマンさん、あのアルファ D のスポンサー様から、はいはいはい、協賛いただき優勝したチームの MVP に景品がありますよ、はい、なんだってー、はい、そして景品の内容はなんと、はい、こちらです。マジ、はい、松坂牛、こちら松坂牛、はい、松坂牛一戦目勝ったチームの MVP ですね。一、はい、人、そう、一人です。一人、一人です。8人いる中で8人で勝ち取ったのに一人だけなんや。 8vs8 の中からまたチーム内で争ってもらうと。そうなんだ、はい、結構きついね。で、シビアだね。キーマンはヘチョと V3 なんで、確かにこの二人ね。お、ヘチョおい、なんか背中にとんでもねえ2丁かぶなんかつけてるって。空でも飛ぶんけ、これ。さあ、8対8始めますよ。ただやっぱポジションが狭い、マンティス。やばいぞ、一気にいっか、一気に出る、これマンティス一気に出てきて、タコきついか、正面対決、誰だ、誰だ。あー、コンピング、これは衝撃に倒れている、うん、8対7かな。そうですね、アベス側が1枚引く、全然わかんない、全然目の前で1枚引くぞ、引いている、引いてる、高い目、高い目、あー、じゃあ完全に勝ってんじゃないか、ワンティスが。ダウン、ヘッチョダウン、ヘッチョダウン、 V3 も、あー、裏取ってる、タコウちゃん、うまい、ガトリング強い、ガトリング強い、ガトリング強い、どうなる、あと誰だ、あと誰が残ってんの、あと仏だけ、仏だけ、一瞬、一瞬、次、あれか、うん、余裕でした、ね、余裕でしたね。しかもこれ誰が何キルしたとか全然分かんなかった、分かんないっすね、これ MVP もクソもないね、はい、もしもーし、もしもーし、はい、いやー余裕でしたね、もう弱すぎる、マジで仏トロールいや、一応最後まで生き残ったの仏だったんですけど、最後生き残ったのトロール、マジでトロール、あ、なるほどね。ちょっと仏さん呼んできますね、ちょっと、あ、それは大丈夫です、それは大丈夫です、ちょっと呼んできます、ちょっと呼んできます、いやいや、呼ばないでください、呼んできます。あの、ちょっと編集長から一言ちょっとね、伝達をちょっと届けに参ったんですけど、仏先般すぎ
え、俺別にそんな先輩じゃなくね。言ってました。俺だって最後まで行ってたよね。でもね、最後まで来てた。しかも編集長さ、歩きながらさ、ガトリングガンぶっ放して引き殺されてんの俺見てんだよね。そんなにさ、大食いしただけるほどのことしてた彼。してないよね。俺目の前で引かれてったの見たよ、編集長が。いつも彼はビッグマウスなんですいません。ほんともう勘弁しそういうのマジで。見分けまれてほしいね。いやでも正直盗撮撮れてたのはこっちかなと思ったんですけどね。仏弱すぎひんか。いやいや、お前さ、ガトリングガンぶっぱで歩き回って引き殺されてるの俺見たよ。なんでしてんねん。もう目の前で死にたから。みんなが邪魔での状況でなんで見たよ。お前丸見えなかったね。お前よく言えるな、お前あんなこと。全部わかってるからね、俺。さあ、行くぞ。じゃあ上から三角関係から行く、はい、三角関係から行きますか。ちょっと、はい、行ってみます、はい、もしもし、はい、こんにちは。ベティと仏は仲悪いんじゃないの、大丈夫なのここは。いや全然、まあビジネスみたいな感じだった。あ、ビジネス不仲。うん、ビジネス不仲なんだ。まあ、松坂牛欲しいなってことで。しっかり見てんじゃん。しっかり見てるね。しっかり見てるな。まあまあ使えるもんは使ってゲーム VP に出そっかなって感じかな、うんうんうん、ちなみに2戦目もね別にあるんですよ。豪華景品あるんですよ。豪華景品あります。ウニがあります、北海道産の。マジめっちゃ高いし、はい、バフウニです。はい、バフウニです。俺ウニ大好きなんよ。マジで。マジか。ちなみに KO を取ったら3人の中から1人です。そうです。1人です。で、うん、でもこういうウニってまあ大してうまくねえからやっぱりいいや。なんてこと言うやん。本当に用意してくれた 人々、うん、そしてウニを育てた農家の方に全否定しましたよね。全否定した、この坊主は。ということでね、はい、ウニ目指して頑張ってくださいね。次、じゃあ三丁坊ですね。三丁坊です。あ、もしもし。はい。あ、一番勝つ気がないチームでよろしいでしょうか。勝つ気ゼロチーム。勝つ気ゼロチームでよろしいでしょうか、こちら。おい、誰やチーム分けして頭取ってきて。誰や、誰や。本当に俺、マンティスのマネージャーに誰やこのチーム分けしたのって言うたと。パワーバランス絶対おかしいやろって。本当にね、偏ってるね、これね。おかしいやろ。パワーバランス絶対おかしいやろ。いやー、まあでもね、僕は、ワンチャン勝てるんじゃないかなと思ってますけどね。いやこれ、いや武器縛りとかあったら勝てると思うんですよ、さすがに、うんうん、なんか、うん、AR を使えないとか、はい、そうそうそう、大丈夫です、VC さん。そう言うと思ってですね、はい、今回、はい、武器縛りなしです。はい、マジやっぱりかー。やっぱりやっぱりなしかー。やっぱりなしかV3 に関しては唯一実写ですからね、うん、アイコンが。そうですね、なぜか。なぜか俺だけは、なぜかアイコン、俺は潜在だったんだ。ヌーブの嫌がらせだった。この企画したのヌーブだもんな。ヌーブ今度八丁堀のスタジオで会った時、覚えてた。VC 切ります、VC 切ります。もう行きません。危ない。もう引っ越します。えぐいって。え、これスキンキン。誰あの打ってきてるやつ。俺もう死ぬってこれ。こんにゃこじです、喋ってる。こんにゃこじです。え、どこいる、どこ ACT からいいの、ね、あの伝説のこれ CT やね。これちょっとずっと撃たれて俺多分死ぬ。ちょディスク入ってる、ディスク入ってる。いやいいでしょ、いいでしょ、怒られないよ。CT は何言ってた。何言ってた。 CT とか言うこと。モクタク、待って待って、おもんないわ、あの撃ってきてるやつは。ちょっと、モクタク、やばい、俺窒息で死ぬ。オッケーだよ、危ない。やばい、強く撃ってください。強く撃って、強く撃って。そっから登れるんや、あそこか。え、ヒーローだ。なんとかなんとか、めっちゃうまない。いや、あ、いるいる、もうガチでいるやん。ガチでいるやん。でもあいつ、俺とこ2枚売る、なんなら。あ、え、やる。でも相手は弱いぞ。弱いぞ、相手。相手は弱いぞ。うしあ、うまい、うまい。なんま、な、マジで俺いるんかよ、マジで。な、グレネード来てる、やば。どっから来てます。ね、赤平の方、赤平の方、向くの方。俺とこ、完成できる。濃いんやけど、こいつ。俺の前当ててる。すぎる、無視る。ここやばい、サンダーされる。サンダーで撃たれる。弱い。デスパー、高い姫来た。チーム姫プやべー。うわ、でもこれ辛い人に殺された。おっ、いや、ちょっと待って、ベティたちだ。ベティ、しょうもな。大人げなさすぎるやろ。いや、女やぞ。近寄こう。やばいよ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 。何も腐さないけど。やばいこれ。やばい、立っちゃった。やばいって。これ抜くしかなくね、俺。うん、え、撃つ。え、あ、降りんの。降りてるぞ。ここちゃん。後ろ。やばすぎ。いや、降りるかーい。降りへんか。挟まってしまった。降りちゃったね、これ。あれ、まあ、耐えて。回復しよう。ここガチパだからね。もう、トーンがガチだもん。勝ちに気満々だもん。
本当にさ、海取りに行ってるもん。楽しむ気ないじゃん。グレネードとか。今車裏に、あ、木裏とか岡裏に。これ都心側ないですね、敵。おい、語ってますね。語ってるね。語ってるね。ジャスティブ語ってるね。待って。これさ、グレのダメージ食らわなかったんだけど、今なんで？あ、スイッチと。セキュリティなんてこと言うよ、あいつは。そうだ。あ、ジャスティブの体。裏、裏から来ている。裏から来ている。挟まれた。ジャスティブ先生抜かれる。やばい。残りは。やばい。グレネード。タキシャンからのグレネード勝ちパだ。相手勝ちパだ。さあ、ストちゃん、射線を切る。ここは捉えていったわね。ストちゃん。ガチすぎ。ガチすぎやろ。やはりここは、うん、いやアンダー40結構アンダー40有利だな。フェイ、じゃフェイタンさん、フェイタンさん内戦勝ちすぎない？内戦やっぱ強いんだよね。静かだもん。左でも初戦入りそうだ。やっぱ年の差でしょうね、これも。入るね。それな、もうそれしかない、それしかない。あ、でも左側なんかやり合ってくれてない？いやフェイタンさんにまさかのグレネード。ちょっと待って、これ多分1人起こされてね。2枚抜かれてる。1人起こされてたぞ、お前。いや右来てる、右来てる、うん、やばいやばいやばい、うわ、これじゃあほどきチーム、これ1対2対1。いやいや、俺の方でやばい。ダメージロード割れ、ダメージロード割れ、ダメージロード割れ、やばい。残りフェイターさん、牛肉抜け、牛肉抜け、牛肉抜け、フェイターさんだろ。残りフェイターさんだけ、やばい。牛肉抜け、うわぁ、今ボビすぎた、マジで。ホトゲさん MVP じゃね。いや、ウニでけぇ。あー、ただね、これベディードちょっとキル数もダメージ数もちょっとかなり並んでるんですけど、ホトゲさん。いや俺ですよ、だって俺の方があれですもん、ダメージ数多いんで。さあ行くぞ。まあこれね、3戦目も豪華賞品かかってるんで。そうね、一応まあ3戦目はカニ。え、マジで？はい、3戦目はカニ用意したんですけど。なんでそんな一瞬しか映ったの？ちょっと時間巻いてるんで、こっち。あー、なんで？いや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 、なんでそんな見せないの？すいません。なに？景品がおかしいですよね、最初。景品おかしい。意義あり、意義あり、意義あり。待って、カニ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 。一瞬だけちょっと画面映してもらって。一瞬だけ。一旦じゃあ1試合目松坂牛でしょ？2試合目ウニで、3試合目カニやって言うてんねん。いやいやいや、もう一回見せろ。もう一回、もう一回。第1試合目は2試合目は2試合目ウニやわない。3試合目がだからカニやって言うてんねん。リアルなぬいぐるみって。カニだけ強調しといて。このサムネ作ったやつ誰や。でもアルファディ側が勝ったらヘチョに、うん、そうだね、ヘチョにまあ押し付けるけどね、さすがにカニはね。いらんわ絶対、あんなもん。いらんなもん。絶対いらんわ。アルファディの個人スポーツさんが用意したんや。千山、うん、がこの用意してくれたんで。最初松坂牛行って、次ウニ行って、次カニのぬいぐるみ絶対ウケるやろなって言ってやっちゃう。カニのカニのぬいぐるみがフェイジー勝っていく。確定入れたい。フェイジー2人目負けないんですよ、クレイジーは。負けませんよ。店長、最前線で戦ってるぞ。最前線ですよ。キル数は未だゼロ。言わなくていい。キル数は未だゼロです。本当に行く、行く、店長行く。いや、てか連れてかれてね、これ兵長。店長連れてるやつなんなら連れてかれてね。いや、いいぞ、一番引いていく。兵長が運転してた方、うん、兵長が運転してますね。兵長が連れてってた方だわ。ヘチョが運転してる。うん、やれやれ言うてますわ。いけいけいけ。俺アンチで死ぬ。テンネルチーム優先。アンチで死ぬ。いや、なぜ味方に置いてかれた。置いてかれた。味方に置いてかれて、遥か彼方すぎるだろ。いやいやいや、うん、いや、アミちゃんそれでも見てみるふり、うん、味方が戦ってんのに。しかもこれ敵ですからね、今乗ってんの。乗ってんの。それはやれ。それはやっ、それはやってくれ、アミちゃん。うん、アミちゃん、アミちゃんバレてます。バレた、バレた、バレてます。バレた。アミちゃん、アミちゃん後ろです。敵味方に任せるやつ。自分の手は汚さない。こんにゃく王子見せてほしい。こんにゃく王子、うわー、はじくポップコーン。お前住所送ってこい。お前住所送ってこい。お前が MVP だ。なら気がしてる。はじきすぎだろこいつ。はじきすぎ。お前唯一なら気がしてる。こいつにカニのぬいぐるみあげてえわ。今暫定 MVP V3 ですよね。あと一人やん。待って、あと一人誰。やばいぞ、てんてんがいつやられるかね。はよ負け、はよ負けてくれ。はよ負けてくれ。さ
最後1対1よーい取っていったということでペンネルチームの勝ちでございます。はい、チームの勝ちでございます。 V3 にちょっとインタビュー行こうか。うん、いやー V3 さん見事な司令塔、そして V3 を拠点とした安全地帯の形成、これ完全に MVP でした。はい、いりません俺の画面で出たのは弾くポップコーンってやつが MVP です。完全に MVP です。おめでとうございます。カニ贈呈いたします。コメント欄も V3 が MVP だろと言ってくれる方が、ね、いるのでね、やっぱだから視聴者ともうこちらの独断と自他ともに認める MVP です。いや喜んでくれて嬉しい。なんかこういう企画した甲斐がありますよね。あった、喜んでくれるだけで。はい、ということでね、オファリーかけるフェンネル内戦公演にて終了となります。はい、いや楽しかったっすね、合同内戦。うん、全て奪い取れ、口まった感覚はまた狂わせればいい。